わらべしん、これは絶対に大将軍の見る映画ですよ。ああ、面白かった。いや、2時間半本当に、やっぱ最近の日本映画面白いです。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食なかった後期でございます。2024年7月の16日火曜日、今ちょうど5時59分の朝動画でございます。昨日ですね、鹿島の方にちょっと用事がありましたので、4モール鹿島、あちらですね、そちらの方でですね、キングダム、やっぱこれやってますからね、前作見て面白かったんですよね。で、今回も見ました。もう結論から言うと面白いです。あまり言うとネタバレしますからですね、何も言わないですね。大木さん良かったですよ。で、やっぱ山崎賢人良かったね。やっぱ山崎賢人、ほら、この間陰陽師、陰陽師見に行ってないですけどね、キングダムじゃなかった、ゴールデンカムイか、あれちょっとやっぱね、えぐすぎたね。それとゴールデンカムイが彼に合ってなかったような気がしますね。だから私、それよりやっぱ彼はこれかなみたいな、しんちゃんかなという感じでですね、まあ、クレヨンしんちゃんじゃないですけどですね、まあそういう感じでですね、非常に面白かった。これ最終章って書いてあるんですよね。これで終わるのかな、非常に残念。思いますね。やってほしい。と言うといっぱいやるんですけど、ね、意外とですね。でもまあ、でもこれだけのフルメンバーを揃えて、あれ、どこで、日本でじゃないと思うんですよね。あのロケ地がですね。非常にスケールの大きい映画でございました。それでやっぱよかね。やっぱよかよか。もう大木さん、よかよか。大沢たかおさん、よかよか、みたいな感じでですね。はい。まあ、ただですね、皆さん、ご用心されてください。これ、2時間半あるんですよ。で、私ですね、久しぶりにイオンモール行ってですね、で、昔あそこでもうビルがガバガバ濡れたんですよ。で、昨日行ったらですね、あそこまで今でも、あれ、だいたいイオンモールはですね、月曜日は1100円なんですね。安いですよ。それと、ビールは500円だったんですよ。ブワー飲みたか、ブラ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 ってやっぱ来るわけですよ。やっぱ昔のあれ思い出すから。今、断酒中ですからですね。で、これいかんと思って、ウーロン茶の L を頼んで、でかいのぐーっと飲んだらさ、2時間半持たんわけですよ、最後。で、最後の10分はもう、あ、これやばい、これやばい。もう中央区が突破してきたなと思ってですね。これはちょっとな、見たいけど、これいかんと思って、もう最後の10分でトイレ行ったわけですよ。で、あそこイオンモールがトイレが中にないわけです。外に出られないわけですね。でも、本当も困りましたけどですね。まあそういう感じで、最後の一番いいとこ見ておりません。よかったら皆さん教えてください。まあでも本当ですね、感動のドラマでございますし、何よりもですね、あんまり流血シーンがそんなにエグくないんですよね。ですから女性とも見れる、女性の方でも見れる内容かなと思っておりますので、よかったらですね、これやっぱ面白いなみたいな感じでですね、はい、まあ1100円、まあ普通1300円、我々は普通ジジイは1300円ですね。まあ普通若い方は今2000円ぐらい取るのかな。でもですね、元は取れますよ。はい、もうよかったら見てやってください。はい、キングダム大将軍の帰還、これ面白い、安定の面白さですね。キングダムロスになってしまう、この最終本当終わるんかね。はいはい、実写版のコナン、やっぱそういう感じしました。コナンも毎回7割ぐらいですね、出してくるじゃないですか。で、今回もやっぱ非常にお金かかってると思いますよ、今度のあれ。すごいと思います。はい。で、山崎賢人はやっぱこれね、ゴールデンカムイとか、陰陽師は見に行ってんけどよ。あんまり出すぎていかんですわ。でもやっぱ山崎賢人君やっぱいいけどね。はいはい。で、彼、童顔だから、こっちの方が、わらべしんの方が私合うな。で、やっぱりですね、大木さん、大沢たかお中心のドラマでございまして、吉川晃司ですね、これも良かった。もうやっぱじっちゃん、おっちゃん、なんかね、心臓病で一時期ね、やっぱかなりやばい病気だったんでしょう。確かですね。で、それでもやっぱですね、いいね、渋い。バガンジジイならないかんな。ジジイじゃないけどね。あしたちゃん若いね。はいはい。前作を、よかったらですね、今回のは前作を見てから、ネットフリックスあたりで見てですね。で、見られてから、やっぱ今回見られたら余計楽しめると思います。2時間半ありますからね。用心されてください。余計でも、2時間半ぐらいだったら途中で一回休憩、15分ぐらいの休憩入れてほしかね。次は思いましたよな。もう、お願いします。もう、じゃあ、もう、持たんですよ、私たちは。年取ったら近くわけ。はいはい。
よっぽどですね、あの、このこうウーロン茶のこの L のボトルでですね、こう後ろの何もおらんところでこれにおしっこしようかと思ったというか、それをすると人間として大事な何かをなくしてしまうんじゃないかなと思ってですね、もうそれはやめましたけどですね、まあそれはともかくとしてですね、はい、長澤まさみはやっぱり良かったね。というか長澤まさみ相変わらず前作も短かったけど、今作も出番短いね。やっぱあの人忙しいからなかなか撮れないんですよね。ただですね、やっぱり貫禄というかですね、やっぱり綺麗ですね、相変わらずね。それと、清の、誰だったかな、清の、あの、春菜ちゃんかな、かっこいいね、あの人ですね、いいね。それと、橋本環奈、カレオ店、なんか前作より可愛くねえぞ、みたいな感じがしますけどね。あれって、前作、前々作、もう、初代のな、もう、めちゃくちゃ可愛かったじゃないですか。この子の異常な可愛さは何だろうとか思ったって、今回、あれ、うん、あで、まあ、至らん世話ですばってんですね。はい、まあ、そういう感じでございますけど、最終章なのって、本当に終わるんかね。やりそうな気もすんな。まあまあ、それはともかくですね、あの、もっと見たいと思います。で、何よりもですね、まあ、あの、内容は言いませんので、あの、これはですね、ぜひ映画館で見てってください。で、最後、私もですね、ほら、もう、こういう感じでですね、まあ、こういう感じで、非常に、納得の映画でございました。一つ皆さんも入れてください。よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございました。皆様の開運をあってお祈り申し上げます。